20%、さらに20代の若者の失業率というのは 20% を超えるというふうにも言われております。大変なことです。そして EU 圏内は労働力の移動というのが自由ということで、移民問題を抱えるポルトガルというのは国内の不景気を反映してドイツに移住するというね、ポルトガル人が非常に多いというふうに言われています。ドイツはもうそれこそ規則遵守とそれから時間厳守のお国柄で、そこでポルトガル人とドイツ人の文化摩擦も多いらしいということなんですね。エスニックジョークと同じようにポルトガル人とドイツ人の時間の観念というのは恐ろしく異なっていて、まさに水と油、そういうふうにもね、言われておりまして、ほとんど相入れないんですね。ポルトガル人が仕事場に遅刻してくるのはもう当たり前とはいえですね、ドイツ人としてはやっぱりそれは見過ごすわけにもいかないと。もともとポルトガル人のこの約束時間というのは一種の目安みたいなもんで、許容範囲はかなり広いんです。仮に1時間遅れてきても申し訳ないという謝罪の言葉はありませんしね。